深城淳郎は、日本の新聞記者。東京出身。海軍兵学校を経て、第一高等学校、東京大学法学部を卒業し、朝日新聞社に入社。同期には、後の朝日放送社長、会長を務める柴田俊二がいた。社会部時代には、読売新聞社の本田康治と、同じ警察担当記者として接点があった。ロンドン、ニューヨーク獲得派員。 東京本社社会部次長、1968年論説委員を経て、1971年ヨーロッパ総局長、1973年論説委員、同年2月15日から1975年11月1日に入院するまで、天聖人語の執筆を担当。日本のマスコミ史上、最高の知性派の一人と言われたが、46歳で、 急性骨髄性白血病で死去。本田康春、警察周り。風で寝床に伏せりながら、上原はちょ、怒るの白い道の上にという本を読んだ。いつか、もう一度、交流寺を訪ねてみたいと結んでいる。帯の文章に、ドナルド・キーンが、ホモスム、フマニ、ニヒル、エーミアリーナ・ムプト、を引用して、彼は、人間の現象に限りない関心を示し、 はかりがたい愛情を抱いて書き続けた。天聖人語は立派な文学であり、彼の記念碑であると書いている。ありがとうございます。